今日はアンパンマンチームとバイキンマンチームで勝負をしてみるよ。対決するのはこちら、じゃじゃん、ドナルド危機一髪。ゲームはこの樽の穴にマクドナルドのマークの棒を入れて、ドナルドが飛んだ方が負けだよ。よし、バイキンマン早速やってみよう。アンパンマン負けないのだ。まずはドナルドを刺して回して、よいしょよいしょ、よし、これでドナルドに刺さったよ。よし、まずはアンパンマンチームのメンバーの紹介。隣にいるのはジャムおじさん、その隣がショッパンマン。バイキンマンチームを紹介するのだ。隣にいるのはドキンちゃん、その隣がコキンちゃん。じゃあ早速アンパンマンチームから、まずは樽に棒を刺してみるよ。最初は食パンマンから刺していくよ。じゃあまずは私からいくよ。まずはここを刺すよ。おーせー、バイキンマンチームはドキンちゃんがいくのだ。今日は食パンマン様には負けないわ。ドキンちゃんは正面を刺すよ。おーせー、次はアンパンマンチームはジャムおじさん、飛ばさないように頑張るよ。ジャムおじさんは後ろを刺すよ。セーフ。次はコキンちゃん、次はコキンちゃん。アンパンマンチームは負けませんよ。ここを刺すよ。えいあえいあ。1戦目はアンパンマンチームの勝ち。やったね、とっても悔しいのだ。よし、アンパンマン次をやろう。次、じゃあ続いて2回戦。よし、じゃあ最初の1投目はアンパンマンの僕からいくよ。まずは正面のここに刺すよ。はい、大成功。よし、俺様も負けないのだ。俺様は正面のここを刺すよ。えい、大成功なのだ。よし、じゃあ2回目の投入をしていくよ。まずは食パンマンの僕からいくよ。僕はここを刺すよ。えい、大成功。食パンマン様の次は私ドキンちゃんがやるわよ。私はここを刺すわよ。えい、2回目も大成功。次はジャムおじさん、刺すところが少なくなってきたけど頑張るよ。じゃあ私はここをブスッ、あーブスッ、あー、やってしまった。立ち上がれない。今回の動画楽しく見てもらったかな？次の動画も楽しみにしてね。じゃあね、バイバイ。